サインプレーかな。鳥取出身
ケイゴがゴールを得ました。ケイゴ最後にビシッとお願いします。何かあげる。皆さん、1年間、長かったですけど、最後まで応援してくれて本当にありがとうございます。僕自身、今日以外の試合ではほとんど絡んでないんですけど、そうですね、こうやって最後鳥取のために自分の力を発揮、できたかどうか分かんないですけど、貢献できたことが、本当に嬉しく思っています、これから大会では、J2 に行って、他のチームをボコボコにしながら頑張っていくので、応援してくれよ。行くよ。せー